で、なおかつただ今回はこのステップ上に上げて、なおかつステップ上げることによって、まあ、ちょっと今日はじゃあ雨だから、どうでしたか予選は。はい、青木拓磨です。今回はですね、リベンジ企画。この間カブでですね、レースを行って、どこまでこの魔改造カブでいけるかというあれをやってましたけども、今回はそのリベンジという風な形でやってきました。筑波サーキットです。はい、この筑波サーキットでですね、たくま GP カップの第1戦開幕戦が今回行われるんですが、あいにくの雨でございます。今降り始めました。まだそこまでですね、路面はそこまでびしょびしょではないんですけども、これからちょっともうちょっとひどくなっていくという風な形になってますけども、まあ、この筑波サーキットでですね、今度はエキスパートクラスでですね、勝てるようなそういったマシンになっていければいいなという風な形でですね、今回以前戦った JA10スーパーカブですけども、そちらをですね、さらにスーパーアップして、ぜひリベンジをしていきたいなというような企画になっております。まずはこちら JA07、 こちらはですね、あの RCR ハンガウトが、製作をした必須のレーシングマシンとなっています。以前の動画で見てもらった人は分かっていると思うんですけど、めちゃめちゃ速いです。今回このマシンに乗ってもらうのはですね、山根選手になってます。おはようございます。よろしくお願いします。リベンジマッチということで、はいはい、リベンジの機会ありがとうございます。あいにくの雨ですけども、まあウェットレースになると思いますので、このレインタイヤの力が存分に発揮できる、で、カブがすごい重心が低いバイクなので、すごく安定して乗ることができるので、結構面白い勝負ができるんじゃないかなと思ってます。なるほど、ぜひリベンジ、こちらこそ、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張ってください。はい、それとですね、今回はですね、JA07 の他にですね、JA10、 これもですね、リベンジ企画としてですね、今回用意をしております。こちらです。はい、こちら JA10、 まあ JA07 に比べてですね、こちらはですね、そこまでエンジンもステップもやっていませんでした。だがしかし、今回はですね、かなり変わりました。前回ちょっと惨敗だったこの39号車、どこをやったかというと、今回エンジン、はい、エンジンをですね、排気量をアップして、そしてリアクリナボックスも新しくして、そしてスロットルボディもですね、大きなものに変更してですね、やってます。で、なおかつ外装で一番違うのはここです。ステップ、なんといっても先日はこのステップがあまりにも低すぎて、でも勝負に全くなりませんでした。ただ今回はこのステップをですね、かなり上に上げることによって板角を増やしてます。反対側もですね、このステップを上に上げて、なおかつステップを上げることによって、このシフトもですね、上げないといけないという風な形になっています。まあ、ここをですね、変えたというところがあります。今回はですね、このリベンジ39号、JA10 に乗っていただくのはもちろん、クイムロー選手でーす。おはようございます。おはようございます。今回はリベンジという風な形で、どうでしょうかね。前回この JA10 に乗ってですね、バンク角があまりにもなさすぎて、なさすぎた、なさすぎてね、できませんでした。今回はステップを上げて、はい、エンジンも出力を上げて、はい、こっちのほぼ07と同じぐらいの出力になったということになってます。はい、この間はやっぱストレートでも全然ね、太刀打ちできないっていうか、もう抜かれるだけだったんで、はい、こんだけやっぱり上に上がってくれば、うん、多少はいけると思います。いけると。ただおじさんとね、お腹がね。そうですね。あと今日ね、まあ絶好な雨のレインコンディションなんで、はい、ただちょっとね、まあ、レインタイヤではないので、今回はエンジンの変わったフィールと、あとそのステップの上がった感じをですね、はい、確認していただきつつ、リベンジと。はい、いう風な形でやっていただければと思います。わかりました。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、今回のこの戦い、ぜひですね、見逃さないようにしっかりと見ていただければと思います。それでは入っていってみましょう。
予選は雨怖いっすね。雨怖い。マシンはどんな塩梅ですか？全然違う。違う。全然違う。違う。どう違いましたか？バイク寝るしね。あ、寝るし。走るし。走るし。うん、いいと思う。これだったら何秒台ぐらいいけそう？ドライバー。41。お、まだいけそう。いけそうだと思う。そうでしたか。まあ、ちょっと今日はじゃあ雨だから、とりあえずはね。この場合っていうのにしないと、まあ、鳴らし的な、はい、シェイクダウン的な感じで、はい、ですかね。はい、じゃあ決勝レース頑張ってください。はい、でしたか予選は。早かったね。まあということで44秒、まあ、7番というふうな形ですが、まあまあまあ、まあどこまでいけるかっていうようなところで、はい、頑張ってきていただければと思いますので、少し頑張ってください。
ダメですか。人間大丈夫ですか。さあ、この辺やってるか。マジで。そっか。いやいや、スタートも良かったんだけどな。怖くないし、行けるかなと思ったんですけどね。だからな、ちょっと。すっげえいい感じで行けたのに、人が。いやいやいや、また次のベンチで。痛そうだ。もう動いてはいるかな。いやいやいや、痛そう痛そう。お疲れ様でした。いや、言ってない。
かったね。一回滑って、そうだ、四コーナーで危なかった、危なかった。あれからもうちょっとなんかちょっと目立っちゃって、テンション落ちちゃいましたね。いやいや、でもね、十分なんか発揮したかな。次はドライだね。ドライだね。お疲れでした。お疲れ様でした。いや、よかったよかった。でもあんだけカーブで盛り上げてくれて超楽しい。ありがとうございます。はい、レースが終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大丈夫でしたか。なんともなんとも1コーナーでスタート良かったですけどね。いい感じで入れたんだけど、いや、ちょっと大変でしたね。体を傷つけてしまったということなので、病院に行ってもらって、マジでしてください。で、スタートクラス最初スタートめちゃくちゃ良かったけど、ポンポンポンって前に出て、で、あとはそのトルクだけで前に出てくる、これは多分良さです。にしても、でもストレート、でも他のね、NSR とか NSF に比べて引きをほぼ取ってなかったのかなって思ったりしませんか。はい、それは早いですね。ありがとうございます。いやいやいや、さすがまた映像株半端ないっす。 NSR50、 NSF100 を凌駕する、もしくはそれ、まあ同じぐらいかそれ以上、まあそれをドラムブレーキだ、いや、そういうところでブレーキが甘かったりっていうところがあったのかなって。あとはなんだかんだ言って凌駕されてない。ああ、そっか。9月での今度はサマリーが出てきたということで、セッティングを詰めてもらう。